はい、皆様こんにちは。今日はルンバ、音の感じ方やります、入門編ぐらいですね、簡単に言いますとアップとダウンで、音が取れるようにしてほしいわけです、ルンバの曲をね、早速かけてどういうものかちょっと説明しますね、カウントいきます。1、2、3、4、1、2、こんな感じですね。これアップで取ります。顎をちょっと上げるような感じ。ダウンで振る。ちょっと出たす。悪い例は膝で取る。これ一番ダメ、アップで取ります。ダウンで。これはダメ。ここから上だけで取ってください。これができるようになりましたらね、またですね、こういうことを言われる方もいらっしゃると思います。ずっとこんな、この首ね、こうやって上げ下げしてね、ルンバなんか踊ったらおかしいでしょう。まずできるようにしてくださいね、これが。そして次は、首を上げ下げしなくてもこういう風に音が感じれる体にしてください、はい、これ私申し上げているこの今日の取り方っていうのは音の取り方の中の基本中の基本、入門中の入門ですから、これができた上でこの後いろんな取り方っていうのが自分の中で、開発されていくんです。ですからこれをまずできるようにしてください。1年かかっても2年かかっても結構ですからね、この取り方がきちっとできる。そして、例えば、ルンバステップ踏みましょうか。1、2、3、4、1、2、3、まあ、こういうクカラッチャー的なステップがあったとしましょう。これを全部アップで取りますと、私誇張してやりますからね、最初ね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、アップで取りました。ダウンで取ります。1、2、3、4、1、2、3、4、1。今誇張してやりましたけども、実際踊るときにはこのステップの中のどこかの部分で例えばアップ、1、2、3、もうあと何も関係ない。こんなんでもいいわけですし、見せないで自分の中でアップが入る。これでもいいですし、自分の中でダウンが入ってる、あと全然ダウンも何もボーっとしてるだけ、音楽聴いてるだけ、そしてダウン、ダウン聴いてるだけと、何でも OK なんですが、ただステップをした時に自分の中でズンという音楽が入った時にブーンとこう自分の中でブーンとこうダウンが入ったり、もうこうなんかこう高揚感があるようなところでああちょっとこう入ったりとか、こういう感じ方ができるようなトレーニングを普段やっといていただきたい。ですからこの手のですね、私は今日申し上げているような内容というのは、ステップに何か乗せに行って練習するものではなくて、普段ですよ、ぼーっとこうやってしてて自分の中でここから上だけでイットタタトゥールトゥトゥトゥアップズンズンダウンズ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 ンとこういう自分の中のこう音を聞いて楽しむ、そういう練習っていうかね、時間を必ず設けといてほしい。そうしたら実際踊ってる時にね、音を聞いた時に自分の普段やってる音楽を聴いてるようなところが出てきて、たまにですね、踊ってる最中に音なんかこう聞いて何もしたくない時とかも出てくると思うんですよ。それはそれで OK なんで、はい。ですからずっとね、ステップ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 ね、そういう練習ももちろん必要なんですけれども、音を感じる時間っていうのがどれだけダンスにとってですね、有意義でですね、本当に幸せな、なんていうんですかね、感情ってね、いい
いいなってそういう思いがね必ず出てきますんで、今日申し上げたねこの撮り方っていうのを1回だけでもいいですからね、ちょっとね音楽を聴いてチャレンジしてみてください。はい、今日はまあ入門編ということでね、この先ですね初級編や上級編これやるかどうか分かりませんけどね、ちょっと皆さんでね、1回トライしてみてください。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。